皆さんこんにちは、ゆりです。本日もご視聴ありがとうございます。はい、今日は、ロングにしたというね報告なんですけど、ロングにしました。めっちゃ長いですね。金髪のロングって結構パンチ効いてますね。茶色とかのロングやったらね結構落ち着いてるんですけど、金髪のショートやったらまだ落ち着きはあるけど、ロングやと結構派手になります。まあまあまあ、私派手なの好きやからいいんですけども、はい。で、今回なんでロングにしたかっていうことなんですけど、実はこれ、エクステじゃないんですよ。こう結びつける、これ実はあのパチってつけるエクステです。すごい自然でしょ。巻けることもできるし、アイロンもできるし、自由自在にできることができます。今まで使ってたのが昔に紹介してる Amazon で購入したパチンエクステなんですけど、色がね茶色しかなかったです。黒か茶色しかなかった。金髪の色のエクステ欲しいなーってこう探してたら、海外のサイトを見つけて、そこでこれを購入いたしました。すごいんですよ、量も。でふわふわなんです、めちゃくちゃ。でこうやって髪の毛をさーって研ぐこともできるし、馴染みもいいでしょ。これでも結構つけてて、ほらパチってこうついてる。めっちゃプリンちょっと汚くて申し訳ないんですけど、今ちょっとカラーいけてなくて、まあ、あの紫のね髪の毛からここまで変わってっていう感じなんですけど、ちょっと今地毛がこの色と合ってないから、この色に合わせてちょっと髪の毛染めようかなとも思っています。 Amazon で買ってたワンタッチエクステよりかはダントツで、質がいいで、あとは、軽いっていうところです。でこのパチってつけるところの部分も Amazon のやつは抹茶色とか黒とかやったんですけど、ここ髪の毛と馴染むようにベージュのカラーになっています。この部分が髪の毛と同じなのと、すごいね薄い形になってるので軽いしつけやすいで、ゴワゴワしにくいっていうところです。そのゴワゴワさがないのがめっちゃいいなと思って、今ちょっとねつけてみました。でまあ私自体ポニーテールにしたりロングにしたりショートにしたりっていろんな髪型をしてて、やっぱ日によって髪型を変えたいタイプなので、ショートにしたからってずっとショートではなく、まあ、ロングにしたりで、まあ、ポニーテールにしたりっていろんな髪型をやっています。めっちゃ短い毛でも馴染んでくれるのがいい。ポニーテール、じゃあツインテール、あはなので、このエクステは本当におすすめです。海外のそのウィッグとかってこう買い方わからんっていう方とかって多分いると思うんですけど、カイリーコスメを買う時の方法を以前動画で出してるので、それとほぼほぼ一緒です。てかもう全く一緒ってぐらい一緒なので、そちらを見ていただければまあ分かりやすいかなと思うので、こちらのサイトを載っけておくので、ぜひ皆さんも気になった方は試してみてください。イメージの時大体この服ね、ルーティンルーティンルーティン、なんていうかな、服ね基本的に私買ってもなんか好きな服やっぱ着たくなっちゃうから、なんか同じような服ばかりです。これ可愛いですもんね、めっちゃね。これフォーエバーやったかな、ちょっと結構夏の時に買ったやつなんで、前のやつなんで今はもう売ってないんですけど、おすすめです。でね、今日ちょっとね目の調子がいいんですよ。パッチリしてません？まつげ変えたんですよ。まつげ変えてやっぱビューラーで思いっきり上げた方がまぶた持ち上がる。そんな感じです。よかったと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。